皆さんこんにちは山内大二です東京交通短大どうですか今日は面白い学校を紹介しますよ鉄道電車が好きなあなた鉄道の短大があるんですその名も東京交通短大東京の池袋にあります設置されている学科はそのものズバリ運輸科ですここは鉄道会社の駅員さんや運転手 車掌さんを目指す専門の短大なんですねなので、まあ、鉄道が好きな方にはおすすめ同じ学園が経営している昭和鉄道高校校という系列校もありますこの短大は2部夜間の短大という扱いなので授業はお昼の1時からスタート1時13時10分から夜の19時40分に授業をやってるんでえ午前中は寝てられるというですねそういう学校でございまして夜間の短大なので学費は安い。 そして鉄道業界への就職に徹底して強いです短大ですから四年制大学に編入する人もいますただし意外と JR 東日本や JR 東海には毎年一人ぐらいしか入社していませんそんなすごい人数いくわけじゃないんですねとはいえ毎年四十人ぐらいが鉄道業界には就職しています この短大の定員が80人ですから、なんと鉄道会社への就職50%です。これはすごい。ということで、さらに最近は鉄道会社って車掌、駅員さん、運転手といった現業の人たちは関連会社や子会社であることも増えてます。なので JR 東海や東日本の本体じゃないけれど、ちゃんと現場の駅員さんや車掌には慣れてるわけで、そういう子会社も含めて、 希望すればまあよほど鉄道会社に入れるというすごい短大なんですねなおバス会社に入る人もいるそうですバス会社も運転手だけじゃなくて運行を管理する仕事ですねということで駅員さん車掌運転手また保守メンテナンス職といった鉄道の現業が好きな人にはこの短大はとても面白い学校じゃないかなと思います ああなたがが年生大学に入る力がある力場合もしかしたら親や先生はもうちょっと考えたらとか大学の方がいいんじゃないのって言ってくるかもしれませんが本当にあななたが鉄道好きなら僕も止めませんでそういう場合の親や先生を説得する材料としてはもっと勉強をしたくなったら3年生の時から大学へ行くからといえばで推薦枠もあるんで普通に大卒にもなれると入学定員は80学費ですが年間授業料が61万円。 初年度納入金105万5,000円ということで確かに私立大学としては安いですで短大だから2年なんで2年目の学費は84万短大行くぐらいのお金で鉄道業界へ行ける鉄道業界によほどのことがなければ就職できる日本で唯一の珍しい短大東京交通短大ただし別にここじゃなくても4年生大学を普通に出て鉄道会社へ入るっていう道はありますまた 鉄道関係の専門学校もありますねまあ、本当に興味がある人はネットで調べれば見つけられると思いますで、人によっては一般的な4年生大学を出てから観光関係の専門学校に入り直して鉄道業界に行く人もいるということで今日の動画は主に鉄道が好きでたまらない人向けですがそれを趣味で終わらせるんじゃなくてちゃんと仕事にしたい人にはこういう学校もありますよということでご紹介しました もちろん一般の大学からも鉄道会社は行けますからいろんな選択の一つとしてこの東京交通短大という学校があるよということを知ってても面白いかなと思いますご検討くださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたメガスタは総合型選抜推薦入試で全国で圧倒的な合格実績がありますメガスタで合格したほとんどの生徒さんが準備ゼロから合格しています総合型選抜推薦入試で志望校に合格したい方は 画像をタップしていただくか概要欄のリンクからご確認ください